よし、どうもパンケーキです。シーズン3の新しい情報が出たのでちょっと紹介していこうと思います。まずストリート系を代表するホッコリ、エゾッコの合併により誕生した注目の新ブランド、エゾッコリーっていうのがね、新ブランドとして出るみたいですね。これはホッコリーとエゾッコの他に独立してエゾッコリーっていうブランドが新しく追加されるのか、それともホッコリーとエゾッコはもう廃止になってしまうのか、どっちなんでしょうか。まあ、でも多分この感じ見るに新しいブランドとして出るのかな、新ブランドとして出る感じなんですかね。で、スプラチャージャーコラボが追加されます。でスプラチャージャーコラボはさっきのあのエゾッコリーとね、なんかエゾッコリーってブロッコリーみたいだな。なんかそれとコラボしたモデルのスプラチャージャーですね。でサブウェポンがスプラッシュシールド、そして、スペシャルウェポンがトリプルトルネードということで、スプラッシュシールドがねついたチャージャーっていうのは今までも1、2とあったんですけど、トリプルトルネードがつくっていうのはなんか結構意外な感じがしますね。メガホンとかつきそうな感じがしてましたが、スプラッシュシールドということで、で、スプラスコープコラボの方もね、同時に追加されます、ということで。で、次、これ、面白いんですけど、新シーズンから、クマさん紹介の社内イベントっていうのが出るらしくて、バイトチームコンテストっていうのがね、開催されます。多分、ざっと読んだ感じ、サーモンラン版のリーグマッチみたいな、2であったリーグマッチあるじゃないですか。みたいな感じですね。フレンドとチームを組んで固定されたバイトシナリオに挑戦し、金いくらの納品数のスコアを競うコンテスト、第1回のバイトチームコンテストは4月に予定されているということで、あの期間が決まってるんですね。多分挑戦できる期間が決まってて、その期間内にどんだけ上位を目指せるかみたいな感じですね。でバイトチームコンテストでは全5ウェーブ、普通だったら3ウェーブしかないんですけど、5ウェーブの固定バイトシナリオなんで、もう出てくるやつ決まってるんですね、最初から最後まで。もう何回やっても同じやつを繰り返してやる感じになると思うんですけど、で何度挑戦しても発生する状況が同じになるため、チームで作戦を立てて作業を効率化することが重要になる。参加者には記念のステッカーが送られ、上位に入賞した場合はその見た目がグレードアップするということで、ステッカーの見た目がねアップグレードするみたいですね。ということでね、まあ、ちょっと友達のいない僕には無縁なイベントかもしれないですけど、で、鮭のね、鱗、お頭鮭から取れる鱗から、交換できる景品がちょっと増えるみたいですね。スプラ2の時の作業着とかも増えるみたいですね。僕、未だにさ、まだ白のさ、つなぎとか、取れてないから、ちょっとまずそっち取りたいんですけど、そっち取ってからかな。というわけで、今回はこのようなアップデート内容でした。いやでもサーモンランの方のコンテンツも結構充実してておもろくなっていきそうですね。なんか今ではちょっとサーモンランの方がガチでやってますっていう人めちゃくちゃ多いですもんね。2の時に比べてめちゃくちゃ増えた気がする。面白くなりそうですね。